ちょうど2010年から今の行動デザインというテーマを始めました。で、物に命を与えていく、で車が友人とかただの移動手段ではない家族のような存在であってほしいという意味で、車というフォルムに命を与えるということをやってる。で、それがちょうど一巡して全てのプロダクションに行動デザインが適用できるようになってきて、今ちょうどここから次のジェネレーションに移るというタイミングになりました。で、そのタイミングでビジョンモデルを作って次世代を表現したいという、でアーデックスビジョンっていうビジョンモデルを2年前に登場させて、でこのビジョンクーペっていうのが2代目になります。でその2代で次世代のブックエンドを表現して、その範囲の中にプロダクションのネクストを入れていくと、そういうステージに来ました。で特にそのこの車で意識したのは、我々の鼓動デザインの進化をどう表現していくかっていうことで、この進化のポイントをどこに置くかっていうことを相当悩んでいる。でその中でフォーカスしていきたいっていうポイントがいくつかあって、一つはやっぱり車らしい綺麗なプロポーション、でもう一つはフォルムで、我々あのフォルミング、人の手で作るクレーンモデルのフォルミングっていうところには、自信を持っていて、おそらく世界のトップクラスだと思っているので、人間の手で作る、その光と影のすごくデリケートなフォルミングっていうところを何度かこの形に置き換えるということをやってきました。手作りで作っていく形っていう中 で特にフォーカスしたのが光と影というところです。で特にあの影の部分に、フォーカスしたリフレクションの美しさを作るっていうことをやってきました。でこれは基本的には日本の美意識を何とか反映していきたいという思いがあって、その繊細な光に反応するそのセンスっていうのを日本人は持っているので、それをこう光形で表現していくということを重きを置いて作り込んできました。約2年かけてこのレベルまで仕上げてきました。あの車のデザインにはおそらくまだまだいろんな可能性があると思います。で車らしさっていうものが今残念ながら少しずつ薄いでいっている、まあ、そういう時代になってきました。いろんなことを同時に考えないといけないのが今車の難しさで、その中でやはりその原点に戻って、車は美しいしかっこいいし、で特にマツダは車大好きな人たちを相手にしているブランドなので、そういう人たちを本当にエキサイトさせるような、感動させるようないいデザインを作り続けようと思っているので、ぜひマツダのデザインの将来に期待していただきたいと思います。